よっしゃ、ゲームやってくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。あー、前回はな、結構きつかったな。きつかった、きつくはなかったな。楽だったな。楽だったけど、変な死に方ばっかりしたな。やり直しがすげえ多かったんだけどな。というところで、装備はね、こんな感じに整えてまーす。これ、ミラールのさ、この流石ってさ、できるよね、あれ。あれあれあれ。あれ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 。ハマーン。ハマーンできんやったら結構痛いな。ちょっとまあやってみようかな。うん、とりあえずやってみよう。よーし、じゃあ話は飛ばしまーす。よっしゃ、やっていくぜー。ここはあれだな、俺が最初のシナリオでかなり強くなってから来たところだな。どうしようかな。全体マップは、なるほどね。オッケー、どうしようかな。じゃあとりあえずフィニアスで、割るか。鉄の矢、オッケー、オッケー。あ、そうです、そうだ。あと杖を使って流石をやりたいんだけど、これできないね、できないね。マジか、マジか、できんのか。うわー、じゃあ、うわ、マジか、できん、やっぱできんよね。だって武器だもんね、これね。持ち物、持ち物じゃん。この宝石も持ち物じゃん。マジかよ。これさ、こいつ別の攻撃できるの、できるわけないか。何も書いてないもん。わ、マジか。意外と動くね、こいつら。どうしようかな、そしたら。じゃあギリアムをこの辺に押しといて、エイリークと、誰だっけ、エフラムをレベル上げしたいなと思っております。で、右下はあの、このね、2人がね、レベル上げに使いたいと思ってます。さあ、エンド。あ、そうだ、そしてあれだ、ここ仲間が増えるんだよな。あの上のなんとかレーネなんとかレーネっておかしいだろ、シレーネやったかな。おい、あー、こいつはどうしたらいいんだ。とりあえずこいつ倒すか。おい、斧 81% でよけられたのさ、今めっちゃよけられてるな。鉄の弓、弱っ。しかもよけられるし、雑魚だ。あー、届かんし。なんだと、とりあえず上行こう。あー、で、こいつらどうすればいいんやろ。あ、話せばよかった。そう、今話あったかな。それすらも見てないけど。とりあえずなー、この右のやつらを倒したいんだよな、俺は。いやー、でもあれだな、真ん中行っとかな、やばいなー。アメリア行っとくか。左は2人で行ける?行けるやろ。2人とナターシャ、これは。でね、しょう。ここはこの3人で行って、でもあれ、ミラルが最終防衛みたいな感じや。オッケー、上に行くんか、あいつら。お、来た、弱っ、エリック弱っ、やばっ、エリック弱っ、やばっ、エリッククソ雑魚やん。マスターロードじゃないの。まあ、マスターロードのちょっとレベル上げ、上位互換するの早かったからな。マスターロードにするの。わー、びっくりした、死んだかと思った。あ、ちょっとエリック弱いな。ちぎり死んだ。いや、バネッサも死んでるけど。え、マジで普通にちぎり死んでんじゃんこんな間に合うか、最短ルートです。で、ここね、結構敵が出てきたような気がするんだよな。てか敵多いな。鉄、お、あ、そっか、相手あれか、竜だったな。ドラゴーン、あー、これやばいな。 HP 結構きついな。ブリーズ使っとくか。はい、 OK。 したら、あー、右下やりたいけどな。こいつは来るな、絶対。いいよ、引く。こっち3マスです。あ、これ2マスか。
ナメリアで右行くか。右に倒すか。届かねー。ふざけてる。こいつ届くけど、戦いたくないな。弱いな。こいつさ、マジ技のさ、技が低すぎてさ、こいつ攻撃できねえんだけど。技ってか、幸運か。あ、これ、一応届くな。トマホーク、しょっぺー。あー、槍か。あ、剣か。剣だったら持ち物は槍にしとくか。はい、オッケー。こいつらだよな。あ、こいつ一歩出てくるのか。ボコボコにしようか。ボコボコのギッタンギッタンに。左下を。一人一人殺す。で、右はメリリア一人大丈夫やな。多分ね。てか、エリックマジ弱いな。どうしよう。お、剣 S になってる。いつの間にか。すごいよね。HP、攻撃弱っ。攻撃弱っ。威力弱いな。鋼で4ってやばいな。こいつの HP が高いんだ、そもそも。あ、防御力は。確かに、防御力は高いな。防御力高いとしても13だろ ?13 ってこっち12やぜ。いや、こいつの、あれ、攻撃が10だもんな。それ低いよ。とりあえずこれ右側倒すかな。あ、右側ならいけるっちゃいけるけど、それでも弱いな。あー、ジクリンで。あ、ジクリンで強い。100% だし。でも意外と、意外とじゃねえな。普通に相手の命中と威力が高いな。超強い。やり。うわー、全然違うな、フラム。相手の命中31ってやばい。あ、ムント強っ。ムントやば。あ、攻撃力倍ぐらいあるよ。右下見ると。次42。倍近くあるぞ。強っ。はい。ちょっとエリック弱すぎるな。ちょっと無理だな。ちょ、絶対。ちょ、魔法使いとは戦えん。でもな、こいつは死んじゃうしな。もういいか。別に意味ねえだろ。もう救出しかないもんな。交換できると。何も持ってないし。こいつは何も持ってないんだよ。こいつは弱えな。それもそうだよ。当然だよ。至極当然だもん。何も持ってないならいいだろ。無理無理。あの、ハードモードでね、全員助けるとか無理。無理ー。さあ、ターン終了。さあ、来るのか。お、戻ってる。全力で戻ったな、あいつ。おい、デッセル。あ、そいつデッセルやった。完全にそいつアメリアかと思った。エリークがマジで弱いから、レベル上げないとな。会いたーい。絶対死ぬと思った。これ全員、うわー、マジ死んだ。死んだと思った、普通に。もうノール死んだと思ったわ。よいしょ。いいね。あー、ちょっとエリック弱いけどやめて。やめて。あ、いや、エフラムだった。もう分かりづらいわ。エフラム。オッケー。強すぎるな。強すぎ、強すぎ、笑った。ギリアムにご一緒も無駄やぞ。鉄壁やから。全然鉄壁でもないな。エフラム喧嘩売るんか。うお、敵出てくるな。これジークムントなくなるぞ。なくならんな。てか、相手弱っ。これでいいわ。はい。オッケー。レベルが上がるまではな。この槍でいこう。これも強いんだけど。エーリーク、どうしたお前。魔法は高いな。届かねえし。うわ、こいつ山も登れるか。くそ、ひでえ。あー、くそ。マジくそ。あー、どうしようかな。あ、この左上、こいつどうにかせないと。うぃー、絶対死ぬー。
ミザイア。ダメー。当てたらいいけど、当てないときついな。はい、細身の槍、バカめ。貴様はリザイアで回復されるのだ。私から64パックらえ。よっしゃい、全回復。いいね。これだから闇魔法はいいな。うえー、しょっぺな。しょっぺー。マジしょっぺ。鋼の体験。かー、鉄の剣。かーダメー。マジ、ジストダメー。もう無理。鉄の槍。きつくはないけど、まあいけるだろ。よいしょい。1対1なら問題ないだろ。18ってやばいな。銀の剣って強いな。こいつ、絶対倒せないし。よし、じゃあこうやって待機しよう。よし、問題なし。あー、あとはここだな。あー、あとエリック座ってたいんだよな、マジで。トマホーク30バシコン。オッケー、てる、分かってる。ジクリンで、あー弱い、うー弱い。威力が本当に低い、本当に低いね、威力。だってこれジクリンって31もあるんだろ。いや、エフラムの持っとったやつ化け物やな、攻撃力ひどっ。あー、威力きつっ、きついっすわこれ。あ、攻撃はされんのか。うん、攻撃はされんの、攻撃されんけどきつっ。見てよこれ、2回食らったら死ぬじゃん。しかも命中 77% って回避率も低いな。あ、しかもこれで力5上がるくせに来れない、やばいな、クソ雑魚じゃん。待機だね。あー、あとはどうしようかな。オッケー、オッケー。じゃあ攻撃して回復だ。魔法攻撃はさすがに、うわー、問題はないね。必殺もないし、そっか、命中率が低いな。68% か。あー、これが現実的だな。 OK、 痛い痛い、実に痛い。で、多分大丈夫やろ、さすがに耐えるやろ、耐えるよね。魔法12やろ、魔法12のマイナス、マイナスじゃない、さっき何も食らったっけ、こいつ7食らったよね。まあ、素早さも結構あるし。ないな、素早さ。2回食らって17だな。あ、死なんな。7かけ。うわ、8だったら死ぬな。何を計算してるんだっていう話。さっき、あの、ギリアムが7かける7食らっ、あ、7、7かける7って49になる。7かける2で14だった。で、それを2人だから28なんですよね。7×4 で、うん、死んじゃうな。いや、防御力1高いから大丈夫でしょ。これで死んだら俺の計算ミスということでリライブ。オッケー。お、意外に回復しない。おえー、次のレベルアップ。これ上から来るってことないよね。まあ、倒さん限りは大丈夫。倒すな、一体は倒すな。まあ、届かんけ大丈夫か。うわー、届かない。よし、オッケー。エフラも強いな。よし、短所量。おお、倒れた、倒れた。そう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 、いいんだいいんだ。これはこれは予定調和。そう、これも予定調和。ふん、いいね。ここでレベル上げるのもいいな。右下は、おお、いい上がり方。ジェスター、さすがです。あーはん、これ守るの無理だよ、絶対無理だよ。ハードモードで守ると思う。これさ、死んだらゲームオーバーとかないよ。大丈夫でしょ。おー、導きの指輪いる。うわー、危ない強え、さすがに。やっぱ上位、クラスチェンジした後のやつは強いな、やっぱり。
やっぱ全然食らわんな。予想通り予定調はギリギリ。ほらね、やっぱギリギリだった。そう、防御力が1高い系、計算通りだな。うわ、みんな死んだなみんな死んだな。やば、うわやば、あーここやばいな。ちょっとエフラム頑張ってくれ。エフラム狙ってこんのが痛かったな今の。うわー、もったいないな。もったいないけど倒すしかないな。はい、避けてからの OK。 うわ強いな、強いし上がり方半端ねえし、やば。あーこれ HP みんなやばいな。これ絶対来るだろう。うおー、やべー。右下は大丈夫だけど、ここだよな問題は。あー絶対ドラゴンナイト来るじゃん。しかも2体も幅広いなこいつ。あ、しかもこいつやばいな、ドラゴンマスターやん。やば、強っ、強っていうか広っ、範囲広っこいつマジで。一旦逃げるか、一旦逃げるしかないな。うわ攻撃して逃げて無理、そんなのできねえ。特効薬使うか、いや無理だろ。持たんな、特効薬使ってくか。えオッケー、全回復はでかいな。でこいつだよな実際。リブローってどんだけ届くの、リブローの範囲なのか。ん、魔力の2分の1か、リブロー12345マス。じゃあこいつ魔力10、マジかよ。5か、ここでもし戦ったりしたら届かない、届かない。おほう、逃げれない。全員と戦うことになるな。それはちょっときついぞ。あーでも回復、ここで戦ったとして1,2,3,4,5、ここだな、ここ、ここにナターシャが来る予定だから。あーギリギリか、あー無理だ、あー無理じゃん。うわギリギリ届くな、みんなこいつら3人ともみんな届くな。2人か、2人だな。しかもこいつは HP ギリギリだし、あーこれやばいな。これミラル行くか、ミルラ行くか。はい OK、 これはちょっと無理だな。うわー届かんし、届かんの知ってんだよ。傷薬って持たんな、うん、絶対持たんわ。とりあえず傷薬使ってこう、使いつつリブローで回復。ここは絶対届かんもんね。 OK リブロー OK、 よーしレベルアップ、魔力上がれ。そしたらよし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 、これで6マスになった。よーし、これはでかい。したらこれは、あ、うん、ぴったり死ぬ。なんでぴったり死ぬ。で傷薬で回復して、でこいつらは多分動けんよ。一応動けるんか、まあいいや。アメリア、アメリアに攻撃するならいいや。剣か、槍だな。よし OK、よし。でここはギリアム一人でいけるでしょう。持ち物キルビスリーか、 OK。 あ一歩下がった方がよかったかな、一歩下がった方がよかったかな。まあいいや、でこいつは届かんもんな全員。よし全員ギリアム狙える。これはこいつせん方がいいパターンのやつかな、まあ、こいつせん方がいいパターンのやつだ。よしよし、これ乗るとこにこいつ見る、これ処理 OK。 あっ、あやべ、こいつはいけんやった倒そう。うわーマジで倒せんだ。
いや、これ倒すか。これ倒さないけんな。もう絶対倒さないけん。ああ、バカした、マジで。あぶねえ。もし、あの HP で敵を残してしまったら、ジストが敵を殺して、2体目の敵をね、戦う可能性があったので、うん、絶対に倒さないといけないという状況でした。はい、と、わかりやすい。はい、終わり。全員エフレも狙ったら問題ないんだけど、狙うんだろうなぁ、みー、そうか。忘れとった。あ、リブロー。リブロー、リブローじゃない、ハマー。あ、まあ、そっか、こいつら動くんだった、忘れとった。もうしょうがないね。もうそろそろもう離脱すると思ったもん。ああ、そうだよな。そろそろ離脱と思ったんだよ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。